いやもうこのポットレーサーも映画そのまんまですよ。いやこれはすごいです。皆さんこんにちは、ジェイソン・オレゴビルだ。ヒロゲーだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴスターウォーズ20周年記念セット、アナキンのポットレーサーです。はい、僕の動画でレゴスターウォーズの20周年記念セットを作るのは今回で2回目です。前回20周年記念セットのうちの一つのクロースカウト動画、こちらを作りました。これはもうエピソード1見た人だったらわかるんですけど、これはポットレーサーのシーンです。僕の地元のスーパーでこれの前のセットがあったんですけど、もうさすがに置いてなかったですね。まあ今思えばあれ買った方が良かったなって後悔してます。はい、今回の動画ではこちらを作って、あとはまあ僕の記憶だけでエピソード1を再現しようと思います。では箱を見ましょう。もう組み立てる前からもう100点ですねこのね、アナキンのポットレーサーめちゃくちゃクオリティ高いんですよ。ちなみにレゴスターウォーズ20周年記念セットの詳しい説明は前回のクロースカードウォーカーの動画で上げていますので、ぜひご確認ください。今回の20周年記念復刻ミニフィグはルーク・スカイウォーカーです。これはもうエピソード4のデススター破壊の時に X ウィングファイターに乗ったルークですね。いや僕このルーク持ってなかったんですっごい嬉しいです。あーミニフィグ2体か。僕個人的な話としたら、どうせだったらセブルバのポットレーサーとセットの方が良かったかなそうしたらまあ、対決シーン再現できるんですけど、いやもうやっぱこの2人はいいわ。はい、箱の裏はこのようになってます。今回このクリアパーツがあるおかげでもう本当に浮いてるように見えますね。バーニアが回転したりとか、あとこんな感じでもう銃として持つっていうこの写真も完璧にこのポットレーサーがなんかキャノン砲になってますね。いやもうこれは面白そうだな。でこちらが1999年の当時に発売されたレゴスターウォーズのアナキンのポットレーサーです。当時はレゴシステムっていう名前で発売されたんですね。でもう今のやつと比べるともう全く違いますね。はい、それでは開けます。おーい、わーすごい、いっぱい出てきた。箱の中にはパーツの入った袋が3つと説明書が1冊、そしてチューブパーツが2本、そしてシールドシートが1枚です。今回のシール多いなまあレゴスターウォーズって基本的にシール使いますもんね。では説明書を見ましょう。もうこの説明書ほんとクオリティ高いんですよね。 20 years ago。 あーこれいいな。でああこれが当時発売されたポットレーサーですね。ああその時はあれなんだ、ドロイドも入ってるんだ。こっちの方が良かったかもでこちらが今回作るアナキンのポットレーサーです。もう見比べてもう一言言うならば、もう絶対こっちの方がいいですね。いや明らかにこっちの方がクオリティ高いんで。ちょっと待って、アナキンってこんなサイズだっけ子供ミニフィグこれ子供じゃなくて完璧に大人アナキンですよ、エピソード2の。当時って子供のミニフィグってなかったんですね。いやこれはちょっとめちゃくちゃびっくりしますよ。でこちらがレゴスターウォーズ20周年記念のセットです。いやもうどれもいいんですけど、次買うとなったらどうしようかな。そうこれっすよ。もうこのシーンはすっごいかっこよかった。これナブーで行われてるポットレーサーのシーンですよ。あーこれはかっこよかった。確かセブルバだっけ、一番いつもポットレーサーで買ってるやつ。最終的にセブルバーのポットレーサーを倒して、これでアナキンが1位取るんですよ。いやもうこれはもう最高っすね。で次からは組み立てですね。はい、では袋からパーツを取り出します。もう2番の袋少ないですね。もう3番と一緒にまとめればいいのにはい、袋からパーツを取り出しました。もうレゴスターウォーズって細かいパーツ多いですね。いやでもやっぱエピソード1好きなんで、これは作るの楽しみです。では作っていきます。はい、ではまずはミニフィグから見ていきましょう。まずはこれですよ、こちらのルーク・スカイウォーカー。いやーかっこいい、もうそれだけです
これはさっきも言ったんですけど、これはエピソード4でデススター破壊しに行くときに X ウィングファイターのパイロットの副バージョンのルークです。いやーすげえ。はい、では近くで見るとこんな感じです。後ろに20 years って書いてます。20周年。いやーかっこいい。ちなみにルークの顔はリバーシブルフェイスじゃありません。もうこれだけです。こういう昔のミニフィグ僕結構好きなんですよね。いやーもうやっぱライトセーバーかっこいい。はい、こちらが台座です。台座にはルークスカイウォーカーって書いてます。前回ダースベイダー作った時にこちらのこのプレートパーツなんですけど、基本的にまあ一種類だけだったら僕はこんな感じではめてるんですけど、今回ダースベイダーのミニフィグもあるので、こうすることによって、前回作った、このダースベイダーの台座の、このパーツを外して、これを、まあちょっとずらして、この後ろに接続することによって、はい、台座が連結します。ここにルークで、ダースベイダーを置きます。うおー、かっこいい。もう親子揃いましたね。いや、これは対決シーンを再現したいです。では次はこの二人を見ましょう。まずこちらのアナキンなんですけど、前に作ったナブースターファイターのアナキンと、もう全く一緒です。ちなみにこちらのアナキンはリバーシブルフェイスとなっていて、反対側の顔はこちらになってます。裏面も一緒です。そしてこちら。パドメ。いやーもうパドメのミニフィグ欲しかったんすよね。で、なんかね、パドメのミニフィグが小さいんですよね。なんか、あれって思って。もうちょっと今、僕初めて比較するんですけど、普通のミニフィグと並べると、あーなんかちょっと小さい。わかります?この足のパーツが、パドメの方が小さいんですよ。子供の足パーツって基本的に動かないんですけど、これ動くんですね。いや、これは初めて見ました。はい、パドメの全体はこのようになってます。ちなみにパドメの顔はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、このように表情を変えることができます。いや、やっぱこの二人はいいですね。で、このアナキンが後に、でーんて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 ーん、こうてーん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 。アナキンが後のこれなんですよね。前の動画で言ったんですけど、僕はエピソード3のムスタファの戦い買ったんで、もう早くエピソード3のシーン再現したい。やっぱね、好きな作品のミニフィグ揃うたびにシーン再現したいってなるんですよね。もうダメだ、もうミニフィグだけで10分も語ってますではもう改めまして、では今からこちらのアナキンのポットレーサーを作ります。あー、しまった、はめるの忘れた。はい、まずは組み立てが完了しました。もうこの時点でめちゃめちゃでかいです。ではここからこちらのシールを貼ります。せーので、はい、完成、アナキンのポットレーサーです。いやー、これはねもうでっかいですね。ちなみに作るのに40分ぐらいかかりました。ちなみにシールは枚数少なかったんで5分ぐらいで貼りました。いやもうこのポットレーサーも映画そのまんまですよ。いやー、これはすごいです。はい、では全体を見回すとこんな感じです。長いなこれ。おっと危ない。ちょっと全長何センチあるのかちょっとメジャーで測ってみます。32、3センチはいってそう。うわ、長い。全長約35センチもあります。長い。いや、これはすごいです。で、一番僕ちょっと不安なところがあって、このテクニックパーツ大丈夫かなって思うんすよ。これちょっと長時間飾ってたらそのうちポキって折れるんじゃないかなって思って、ちょっとそれが不安です。では近くで見ましょう。まずここが操縦席です。ちなみに基本的な色分けはパーツ別ですけど、一部シールがあります。いやー、この操縦席のこのシールもなかなかいいっすね。この操縦席のレバーも映画そのまんまですよ。いや、これはすごい。あー、でもこのパーツに例えばなんかエンジンメーターのシールとか
かあったらもうすごいクオリティ高かったんですけど、それがないのがちょっと残念ですね。そしてこの長いホースパーツがもうすごい目立ちますね。でこちらがエンジンですよ。いやー、やっぱねポットレーサーといえばこのねエンジンなんですよ。これがすっごいかっこいいんだわ。パーツ一つ一つでここまで再現するなんてもうさすがですね。そうそう、ポットレーサーってこんな感じでなんかこれ繋がってるんですよ。繋がってエンジンを出して、そこからまあジェット機みたいにブワーって出て、そこからあのレースするんですよ。まあちょっとざっくりと説明で申し訳ないんですけど、これも20周年記念セットじゃなくてもう完全に本物ですよ。いや、これは素晴らしい。ではこのポットレーサーのギミックを説明します。まずここのエンジンの部分がこのようにヒンジになっているので、こんな感じで動きますかっこいい。ここのあの供給している部分、これはまあこんな感じでヒンジになってるので動くので、あの実際にあのあったんですよ、トラブルが。あのセブルバが確かメインエンジンのどっかのパーツをボキって折って、それでレース中にこれが外れて片方のエンジンが供給できなくなって、ああこんな感じだ取れちゃった、こんな感じになって、うわやばってなって、けどアナキはもう冷静に対処して、あのメインエンジン半分のエンジンのエネルギーを持って行って、そしてセブルバを倒すわけですよ。いやーもうかっこいいわもう間違えたら死んじゃうので、もうアナキンすげえなって思いました僕あの時。ではまあ話結構長くなっちゃったんですけど、ミニフィグを乗せます。乗せる部分はこちらです。まあアナキンも子供ミニフィグなんで、まあ基本的に立たせる感じですね。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。いやもうこれも映画のワンシーンですよ。いやもう素晴らしい。もうさっきも言ったんですけど、レゴスターウォーズの20周年セットはもう本物っすよもう映画まんまですよ。いやこれはすっごい。まあ当たり前のこと言うんですけども、映画のポットレーサーがもうレゴになっちゃったんですよすげえ。ちなみにアナキン以外にもこういうミニフィグも、はい、問題なく乗せることができます。パッケージみたいにこんな感じで持たせることもできます。もうこれ完璧にもう銃ですねなんかアニメに出てきそうななんかブラスターみたいないやこれ面白いな。なんか必殺技状態になります。いやこのアナキンのポットレーサーのセット面白いなと。まあちょっとこっから見てない人にとってはネタバレになっちゃうんで、このアナキンのポットレーサーのまあ部分だけちょっと紹介しようと思います。まあちょっとざっくりめになるんですけど、まあ記憶だけでなんとかします。まずエピソード1で確か船やられるんですよ。あのパドメとクワイガンとオビワン乗ってた船が、でそこであの R2D2 が、まあ、乗ってた船のまあ修理係のドロイドで、でその直すドロイドの中で唯一生き残ったのが R2D2 です。その後確か部品の一部がなんか壊れたから近くの惑星に着陸して、そこで部品買いに行こうとしたんですけど、なんかお金が使えないってなんかあのハエみたいなやつ、あいつのとこ行ったんですけど、あのまあお金ねえからちょっとエンジンパーツは売れねえなって言われて、でここでアナキに出会うわけです。でパドメが君奴隷って言ったら、違うよ奴隷じゃなくてヒカキンだ、あごめんなさい違うよ奴隷じゃなくてアナキンだ。そしてまああのなんか手出してみたいな感じで手出して、そっからなんか血を取ったんですよ。でそしたらもうこの子はフォースにすごいバランスを与える子だみたいな感じになって、でもうクワイガンはよっしゃこのアナキンって子をジェダイにしようじゃないかって言うんですけど、セブルバーじゃない、あのセブルバーあいつだ、あのなんか町工場のあの変なやつに、でそこでアナキンがポットレースに優勝したら、じゃああのエンジンパーツをまああのそのまあ持ってる全財産でなんとかしようってあの変なやつが言って、でそこであのクワイガンはもうついでにアナキンも欲しいって言ったんですけど、であの変なやつがじゃああのサイコロ振って確か赤がアナキンで、青が確かお母さん、アナキンのお母さんで、じゃあサイコロの出たやつやろうってなって、結局クワイガンはまあフォース使ってあのアナキン確か赤の方に出して、これで結局あいつはチェ、これは偶然だ、どうせポットレースで負けるんだからみたいなこと言って、あの結局敵側のセブルバーを応援しちゃうんですよ。まあ結局アナキンが勝って、それで約束通りで、まあアナキンが勝ったおかげでエンジンパーツをまあ今持ってるお金でまあなんとかしてやろうって言って、でアナキンを引き取ったわけです。でまあいろいろまああったわけですよ。これでパドメの住んでる惑星に戻ろうって時に、はいこちらもう僕が大好きなダースボール、この船の中ちっちゃいバイクに乗って現れるんですよ。そうそうそう、このシーン、このシーン、あのクワイガン対ダースボールの最初の戦い、アナキン伏せろって言って、でバイクから飛び降りてダースボールが現れるわけですよ。僕あのエピソード1を初めて見たのが7歳の時で、その時にうわーなんだこいつ悪そうなやつじゃねえかって思って、まあ当たり前ですけどねでそうなって結局はもうクワイガンも逃げて、これであのパドメの住んでるとこに行くんですけど、もうその時のあの
ダースボールの立ち方がもうすごいかっこよくって、でドロイド全員倒して、これでじゃあ行こうってなった時に、でーてれってーてって、いやー、あのシーンはほんとかっこいい。クワイガンとオビワンとダースモールが戦うわけですよ。で、その時に僕もう衝撃を受けたのが、その時にダースモールのライトセーバーこうなって、僕その時、かっこいいって思って、これで、もうそっからですね、そっからもう本当になんかダースモール結構好きになったんですよ。このダブルブレードライトセーバー。これがもうほんとすごいかっこよかった。もうこのアクションね、ほんとぜひ見てほしい。もう僕がこんだけダースモール好きになったきっかけの一つとも言っても過言じゃないっすね。まあダースモールは最終的にオビワンに胴体真っ二つにされて、そのまま、まあ、落ちていったんですよ。まあ最後クワイガン死んじゃうんですけど、そこでクワイガンがお前がアナキンを鍛えてくれてなって、でオビワンがアナキンを鍛えるわけなんですけど、まあ、結局、エピソード3で、まあ、ああいう目になっちゃうんですよ。もう、早くあの、ムスタファン戦い開けて、ま、いろいろ脱線しちゃったんですけど、まあ、スターウォーズの話は以上です。はい、レゴスターウォーズ20周年記念セット、アナキンのポッドレーサーはこんな感じです。はい、というわけで、レゴスターウォーズ20周年記念セット、アナキンのポッドレーサーはいかがだったでしょうか？もう僕一言言うなら、もうこれ映画そのまんまですよ。いや、これは本当に素晴らしかったです。レゴスターウォーズ20周年セットめちゃめちゃいいですね。もうこれはスターウォーズ好きは絶対買った方がいいですね。もう後に30周年セットとか25周年セット出るんじゃないかな。もうそれ出た時はもうすぐ買っちゃいますね。で、まあちょっと余談なんですけど、実は僕アナキンのミニフィグで唯一持ってないのがエピソード2なんですよ。エピソード2のセットって現時点でもう再販されてないんですよね。僕は今年発売されるレゴスターウォーズは、まあできたらエピソード2をまあちょっとリメイクしてほしいかなって思います。いやー、もうこのセットは本当に素晴らしかったです。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ひろげでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんだなー。